ゴルフの松山選手がマスターズで優勝した時、実際に使っていたのがこちらのキャディバッグだそうですが、貴重な品を譲り受けたのは一体どこなのでしょうか。一緒に展示してあるのはタイヤですね。そう、ダンロップを展開する住友ゴム工業が寄贈されたバッグを保管しています。ダンロップといえばゴルフ用品でもトップメーカー。松山選手は契約プロとして製品テストにも参加。開発中のクラブやボールに対しアドバイスをするそうです。松山選手が足を運ぶ施設が兵庫県丹波市にあります。その名もゴルフ科学センター。全長400ヤードのテストコースが併設された研究施設です。どんな設備が備わっているのか早速案内してもらいます。こちらの方がスイングロボットなんですけども、ヘッドスピードの遅い方からもうトッププロのスイングスピードまでいろんな条件の設定ができます。つまりいろんなタイプの方のゴルファーをこのロボットで再現できるということです。今設定としてはこれは松山プロの条件に設定しています。松山選手を想定したスイングでご覧のデータが取れました。理想の数値を追求し、クラブやボールの改良を重ねるわけです。でも、どうやって計測しているのでしょうか。センサーがこの上から赤いと、ここが落ちてきてまして、飛んだ時の角度であったり、左右のズレであったり、そういうのをレーダーで撮っている。で、あとのスピン量とかそういうのは、そちらにあるカメラの方で横から撮っているってことです。ボールを打つ瞬間を複数のカメラやセンサーが狙っています。さあ、ロボットがスイングを始めました。ナイスショット。目にも止まらないこの一瞬をさまざまな数値に置き換えます。 274.7。 つまり飛距離はおよそ250メートル。打球の高さや球筋は映像化されます。ボールの変形具合もチェック。さらに重要なのがくぼみのところ、ディンプルと呼んでますけども、これが飛んだ時にこの空気抵抗をより抑える効果を発揮します。で、それが実際にどのぐらい発揮しているのかっていう、同じような構造でディンプルがないボールを用意しましたので、一応どのぐらい飛ばないのかっていうのを見てもらえたらいいかなと。飛ばないんだ。くぼみのないツルツルのボール、どれだけ飛ばないのか実験です。弾道は高くならないそうですよ。打ったと思ったらすぐに落ちた。わかりました？スローでもう一度。打っても球は上がらずに落ちてしまいます。何歩でした？ 127.6 キャリーですね。そうか、もう半分以下か。いかにくぼみの存在が大きいのか、昭和の初めには四角にしてみたり、ボールの進化はくぼみの進化でもあります。ちなみに最新作のくぼみは338個。しかもこのところに小さいディンプルもあると思いますし、あ、それちっちゃいですね。ちっちゃいのがポツポツポツ、大きさや深さの違うくぼみを複雑に組み合わせているのです。さて、松山選手のこだわりはボールを打った時の音だそうです。音の解析もやって、その好みに合うような音を作り出す、中の構造の設計であったりっていうのをしてます。一般の方向けのドライバー、
その打球音は少々芯を外れても高い音が響き爽快感を演出しています。一方松山選手が使うドライバーはどんな音がするのか。少し低めの音で、しかもマシンで捉えないとこの音は出ない作りにしたそうです。かなりその厳しい要求に応えられたからこそ使ってもらえたっていうのがありますので、より飛んで狙ったところに止めてくれるクラブであったりボールであるのが究極のものだと思いますので、そこを目指してそれぞれ設計をしているということになります。ご視聴ありがとうございましたケロ。